우리 군은 오늘 07시 23분경 평양 인근에서 동해상으로 발사한 중거리급 이상의 탄도미사일 한 발을 포착하였습니다. 우리 국민들이 너무 불안하게 생각을 하고 있어요. 나보통도 그렇게 불안하게 생각을 하고 있어요. 근데 앞으로 어떤 일이 더 벌어질는지도 상상을 못하고 있거든요. なんか一瞬パニックみたいになったんですけど、駅員さんが落ち着いてみたいな感じだったんで、それで静かにはなってました。 J アラートが鳴って、その後に一応危険だから落下する可能性があるから地下に逃げてくださいっていうアナウンスが流れました。今回の発射行動は国際社会全体への挑発をエスカレートさせる暴挙であり、これまでの弾道ミサイル等の度重なる発射も含め、一連の北朝鮮の行動は我が国地域および国際社会の平和と安全を脅かすものであり、断じて容認できません。